アリサです。普段はインスタグラムには自分の好きなファッションだったりデニムのファッションを結構上げていて、友達とはカフェに行ったりあとカラオケに行ったりして遊んでいます。赤リップを使うことが多いので、この MAC のペンシルの赤リップと上にドレアルのグロスを重ねたりだとか、あとは肌に優しいものが好きなのでナチュラルグラッセの UV が入っているパウダーだったりとか、あと荷物を少なめにしたいのでポーチは小さくまとめていて、この中にはこう眉が取れた時のお直しだったりとか、あと香水とあとコンタクトをしているので目薬も入れて持ち歩いてます。いつも髪に使っているのはプロダクトを使っています。プロダクトを使うときはウェットな質感を出したいときに使うので、ちょっと指これぐらい取ってこう毛先になじませる感じで使っています。